シャンブローは、アメリカ合衆国の SF 及び、ファンタジー作家 CL ムーアによる短編小説。これは、ムーアのプロとしての最初の商業作品であるが、同時に、ムーアの最も有名な作品でもある。初掲載は、ウィアードテールズ s 史1933年11月号であり、その後何度も再版されてきた。この短編には、 ムーアの最もよく知られたヒーローであるノースウェスト・スミスが登場し、全体としてはメドゥーサ神話の焼き直しになっており、また性欲とそれへの依存症もテーマにしている。タフな密輸人のノースウェスト・スミスは、火星で群衆に置いた当てられていた若い女と遭遇し、直感的に彼女を守ることに決める。群衆は彼女をシャンブローと呼ぶが、 スミスにはこの名前に思いがない。スミスが彼女は自分のものだと主張した途端に群衆は何の暴力沙汰もなく散ってしまい、スミスは驚く。さらに、群衆からスミスに向けられたのが憎悪ではなく、むしろ部別であることを感じ取り、さらに困惑する。スミスがその女をもっと近くで見たとき、彼女が非常に魅力的ではあるが人間ではないことに気づく。 彼女に対する何らかの責任感から、スミスは彼女が自分の部屋に避難するのを許し、一方で違法なビジネスも進めていた。スミスはついに、シャンブローは髪の毛の代わりに生えているアームを用いて、他のものの生命力を食料として生きていること、そしてその際にあまり長くは生きられない犠牲者を純粋なエクスタシーで依存状態に置くことに直接的に気づく。 スミスにとっては幸いなことに、スミスの近世人の相棒であるヤロールが様子を見に来て手遅れになる前に彼を発見する。スミスとは違ってヤロールはこの生物の正体を知っていた。ヤロールもシャンブローに引きずり込まれかけながらも辛くも視線を逸らすことに成功し、鏡に映ったシャンブローの姿を見ながら、なんとかシャンブローを撃ち殺す。なお、 本編で、名前が初登場し、その後もノース・ウェスト、スミスシリーズにおいて、たびたび言及ないしは、登場があるファロール神は、後に、クトゥルフ神話に取り込まれている。日本への紹介は、野田正宏により、早川書房、SF マガジン1964年5月号のコラム、SFAU 群像で、部分役が発表されたのが最初であると、考えられている。 その直後の1964年秋には、安岡由紀子による初役が、SF 導入し、宇宙人に発表された。その後、1971年から、早川文庫 SF として、人家勝ツ役による、ノースウェスト、スミスシリーズが刊行され、その第一巻、大宇宙の魔女に第一話として収録されている。野田は、かねてからシャムブローに惚れ込み、文庫版わけは、 絶対に自分が行うと決めていたが、人家に先を越され、その上皮肉なことに、大宇宙の魔女の解説を依頼されることになってしまった。この時の野田のあまりの落ち込みように、当時、SF マガジンの編集長であった、森優が、一言言ってくれりゃいいものを、と絶句したという逸話が、我が、シャンブローへの番下と題された、その、大宇宙の魔女の解説本文に述べられている。 2005年7月には、野田による漢役が収録された SF アンソロジー、火星ノンストップが刊行されている。なお、早川文庫版のオースウェスト、スミスシリーズには、松本レイジによる挿絵が添えられている。なお、髪がくねり、まっすぐに顔を見てはならないので鏡に映った姿を、見て殺す、という点は、メドゥーサと共通である。野田正宏。 SFAU 群像、早川諸房、早川文庫、2000年 ABCL ムーア、大宇宙の魔女、人家カツオ役、早川諸房、早川文庫、1971年、畜生名。なんだっておりゃ、他人の役た、シャンブローの解説なんか書かなきゃならねえんだ。これじゃ、蛇の生ま,ま殺しじゃないか。畜生、悔しい、悔しい、野田による、 大宇宙の魔女の解説本文から、山本博士、変、火星ノンストップ、早川処房2005年、ありがとうございます。